これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。町が魅力再発見、那覇町ファンクラブ。この番組は那覇町は連携プロジェクトの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。2018年4月20日金曜日、那覇町ファンクラブの時間です。オレンジマン色、オレンジ色大好きなオレンジマンです。本日4月20日平成元年の1989年の本日4月20日の朝日新聞夕刊一面に、沖縄県西表島のアザミサンゴに落書きがあることを発見したという記事が掲載された日でもあります。日本人のモラル低下を嘆く記事でしたが、サンゴを汚した KY って誰だと写真に写るイニシャルをめぐる記事は大きな話題となりました。その後この記事がカメラマンが自分でイニシャルを刻みつけた自作自演の捏造記事ということが分かり、さらに全国的に大変なことになりました。この捏造発覚謝罪記事の4日前に、うっすらと残っていた部分をきれいに撮影するためにストロボの絵でこすったんですっていう言い訳謝罪記事があった、恥の上塗りならぬ上削り的な話はまた別の機会に。さて、那覇町ファンクラブの放送は毎週金曜日、那覇の商店街から FM ラジオ 78.0MHz でお送りいたしております。 FM 那覇のホームページではユーストリーム、ツイキャスでリアルタイムで放送もお届けいたしております。翌週以降 YouTube で日本全国世界各地の皆様にいつでもご覧いただけるようになりますので、那覇町ファンクラブで検索して過去の番組も一緒にお楽しみください。今日も商店街の面白情報を探しに出かけましょう。始まり始まり。78.0 FM Naha Your Radio Station Okinawa。アルゼンチン生まれのマチャッチャアメリアとお届けしてまいります。オラアメリア、コモエスタ。オラコモエスタ、ウェナスタルデ。皆さんこんにちは、アメリアです。今日はちょっと、はい、さっき、アメさんの娘的な人を見送りましたよね。はい、旅立ちましたね。旅立ちました、はい。まあ、10日間だけですけれども、なんとスイスに行くんですよ。スイスに行ったんですよね。国連に行くんですよ、はい、高校生で。高校生で、はい、すごい ね。まあなんか、なんて言えばいいのかな、こんなに成長したのか、うちの子はって感じでしたね。はい、育てた、そう、産んではいないんです。いや、産んではいないんですけれども、はい、はい、育てましたね。育てたよ、はい、は何しに行くんでしたっけ、国連に。国連にですね、日本代表って言えばいいんですか、はい。まあ、通っている学校名言ってもいいだよね、はい、沖縄の、はい、2年生、はい、ですけれども、なんかスピーチに行くんですね。スピーチしに行くんで、うん、それも英語でですね。すごい、はい、広島の、高校生たちと一緒に、うんうん、はい、楽しみですね。楽しみです、はいはい。これからね、本当に平和な世の中になってほしいっていう気持ちを込めて発表するかと思います、うん、はいはい。聞きたいですね。聞きたいんですけれども、はい、YouTube に載せないんですよね、そういうの。なるほどね、うん。じゃあ帰ってきたら私たちのためだけに、スピーチ大会をまたね、プレゼンしてもらいましょう。はい、それでは参ります。那覇町宝箱。那覇町宝箱では商店街で活躍しているお店の皆さんをゲストにお招きいたしております。魅力的な品揃え、専門店ならではの豆知識、個性あふれる店主の方々のお話を聞いてまいります。アルゼンチン生まれのマチャッチャ、
紹介をお願いします。はい、本日はですね、宮里三線店の宮里達也さんに来ていただいているんですよ。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、三線店ですよ。三線の方初めてですね。もう初めてですし、はい、すごく、聞きたいことたくさんありますよ。はい、まず宮里三線店なんですけれども、町は那覇の市場のどのあたりにあるんですか？今はですね、平和通りから、はい、から桜坂に上がる道、はい、そこすぐ右に路地があるんですよ。はい、はい、ありますね。あの出たらまたもっと平和通りに戻ってきてタオル屋さんのところに出てくるんですよ。はいはいはい、かかずタオルさんの、はい、そこを入った左の奥の方に、奥の方にほとんど目立たないと思います。ね、あ、でも看板はちゃんとね、古いお家というか沖縄そう昔のセメンガーラの家ですね。うん、そうそうそう、とてもなんか味のあるお店なんです。桜坂の坂上がんない途中にすぐ曲がるとこですね。そうですね。はい、そこで そちらで、ね、なんと作ってるんですよ。あ、なるほど、ね、三線屋さんですもんね。はいはい、宮里さんずっと、同じお店で、商売してるんですか？いや、2回ほど映ってますね。2回も。お、はい、最初はあの FM のさん15周年だったけど、はい、最初ライオンズマンションで下で一緒にやってましたから。ああ、あっちで最初スタートですね。はい、販売みたいな感じ。はい、それで部屋通りの方に移って、はい、それからまた今の奥の方に移ったというですね。だから15年以上やってます、うちは。おお、ちょうど分かります。FM の方がオープンした時は、はい、あっちにいたから。はい、今 ありましたね。へえ、ちょっとつながりあるんですよ。そうでした。へ、前の社長さんなんかも知ってます。うんうんうん、そっちのおじさんなんかもみんな知り合いですよ。平田生さん、そうですね、はい、純さんとか、はい、みんな知ってます。会長さんですね。そうです、会長になりましたけど。ああ、じゃあじゃあね、ということはすいません、はい、宮里さんはご自身で始められたんですよね。まあ、知り合いと一緒にみたいな、うん、2人でですね、最初は。で、最初は販売だけだったんですけど、はい、まあ流れで自分で作ってみたいっていう、あれが最初から作る技能とかがあってやろうじゃなくて、ね、販売から始めて、はいはい、へえ、できちゃうんだ。そう、なんて普通ね、なんか、とりあえず、まあ先輩から話聞いたりとか、はい、いろいろ、うん、なかなか細かくは教えてくれないけど、まあ失敗しながら試行錯誤も話聞いて、そんな感じで。はい。はい、でも15年も作り続けてる。まあそうですね、大体その辺すごいですよね。この前ね、お店行かれたんですね。はいはい、行きました。はい、で、いろんな機会があって、いろんな竿とかありました。はい、で、本革っていうか、はい、刃物、錦蛇、のね、の、なんていう生地って言えばいいのかしらありましたよ。革があるんですね。革、そうですね、大きいものもありました。びっくりしましたよ。それを、いわゆるシートになっていたんですけれども、それを連想して、物自体はこんな感じかなっていうワードがね、私ヘビちょっと苦手なのでびっくりしましたね。はい、ヘビ取りに行くところはしてます。ヘビは輸入ですよ。もともと錦ヘビですから、はい、今ベトナムあたりからですね、東南アジアの方のビルマ錦ヘビじゃないかな、はい、種類は。あ、これはそれですね、シートになって輸入してるんですよね。あの生きたままて皮だけ、皮だけ、そうそうそう、よかった。はい、そう、はい、だいたい4メーター弱ぐらいのやつがいますね。4メーターですよ、一つ。昔一番大きいのは8メートルぐらいの聞いたことありますけどね。へえ、こんな、なんかね、こんな大きいものだと私思っていなかったのね。ああ、まあでも考えてみたらそうですよね。ニシキエビの音が違うんですか、この。いや、川によっても音変わりますよ、やっぱり。あとは引っ張り方、強さによっても、うんうん、強弱あり、柔らかい音だったりとか硬い音だったりとか、はい、高めの音というか、だからそれまた好みがあるから合わせて、うんうん、お客さんが柔らかめとか硬めとかそういった話しますからね。はい、すごいですよ。で、やっぱり三味線を買う人とかほぼやられている方だと思うんですけどね。初心者の方もいます。うちはまた先生方の紹介とかそんな感じで、うんうん、あと修理も来ますんで。はあ、修理もされる。修理も、もちろん革なんか破れたら張り替えですからね。はい、あとはまあ塗り直しとかも持ってくる方いますんで、はい、張り替えが一番多いですね、張り替え。ちなみに、
普通だったらどのぐらいの頻度っていうかな、張り替えしないといけないんですか。破れたらです。でもそれ破れる理由はもう、例えばあんまり強かってるやつはやっぱ破れやすいですよね。あまり引っ張られてると。なるほど、ね、だから結局それ、まあ、強い方がいいっていう人はもうそれ覚悟で来る方多いですからね、うんうんうん、すぐ破れてもいいから強く張りなさいっていう人もいますし、破れない方がいいって方はやっぱし柔らかめの、柔らかめ民謡の先生方はどっちかといえばその辺が多いかな。これ古典の場合は固めですね、大体八重山民謡とか。なるほど。これ私平和通りにあるので観光客の方かなと、そうじゃなく地元の人で、うち知り合いの先生もいるからやっぱりその絡みで、はい、お客さんが、うん、そうですね、うん、まあもちろんおっしゃったように、はい、初心者というか観光の方もいらっしゃる場合もあるし、またそういった方の紹介とか買ってくれた方、そういったいろいろ、また本土の方にも知り合いますから、うん、そういった方の紹介とかいろいろと、そうで、じゃあ宮里さんのお店に行って作っていただきたい というお客さんがいたらどのくらいの期間を見ればいいんでしょうか。例えば竿から削れていったら大体3ヶ月から4ヶ月ぐらいではある材料であれば、乾いて乾燥しているような材料であればいけると思いますけど、うんうん、でもそれでも3ヶ月かかる。でもフルオーダーじゃなくても買えるんですか。あ大丈夫ですよ。すでに作ってるものがあってあればそれでも大丈夫です、うん、でちなみにおいくらから購入できるんですか。でまあ、5万ぐらいからは大丈夫。まあ、安いやつはもう今外国製とかたくさんあるじゃないですか。ああなるほど。そういうのも、はい、まあ、そういった差を作って安くで作ってくれっていう人もいますから、ね、中には、うん、そういった場合は別にそういったもんですよってやって、うん、まあ、もっと安い針は自分でやって、まあ、ちゃんと調整してあげてっていう場合もありますけど ね、うん、なるほどね。どうしても安いのがいいって方、うん、子供なんかに引かしたいからとかありますからね。 それもうできないよっていうわけにもいかないですからね、うんうんうん、ちゃんと内容を説明して、うん、そういった場合もあります。それなりの予算で作れる。そうそう、どうしても今も安いやつも溢れてますから、うん、もう1万前後から、うん、そういった外国製のやつが売られてますので、ね、うんうん、でもこの5万っていうのは、本革ですか、それとも本革でもできないことはないですよ。でも、まあ、革もだから種類ありますからね、うんうんうん、安めのやつもありますから、そういう辺は調整して、うんうん、まあ、なんとか答えられるようにっていうか、ね、予算と本人がどこまで目指すかとか、そうそうそう、どんな頻度で使うか、はい、まあ、最初から高いのを買ってもなかなか言えないですから ね、もっと上手くなってからかもしれない。上手くなってからですよね。そういった人もいますからね、うんうん、まあ、最初からいいやつ買われる方も中にはいますけど、はい、なかなか少ないですからね、はい、はい、ではここで1曲挟んでまた後半、はい、お話を伺いたいと思います。お願いします。78.0 アネッタイラディオ FM ナパ。はい、引き続きアメリアと一緒に宮里三線店の宮里さんのお話をお伺いしましょう、はい、やっぱりね、うん、普通三味線やっている方はずっと代々的にやっているんですけれど、うん、宮里さんの場合は一代目ですよ。ですよね、自分で起こされたんですよね、はい、自分でやりましたのですごいですよね。でも町川エリアは大の得意なんですよね。この、まあ、そうですね、はいはい、あの小さい頃からというか学校、はい、すぐ近くの上学小学校、上学だったんですね、はい、うんうんうん、だからアーケードできる前から、アーケードできる前から庭というか遊び場というか、はい、あの、まあ、家は遊びだったんですけど、はい、おばあが坪川でお店やってたから、仕入れは結局みんな昔は町川に買い物 しに来ましたから、農連とか、はい、だから物心ついた頃から一緒にブラブラ歩いてたから。へー、そうで昔と今は違うんですって、うん、ね、違います。どこが一番変わりました。町がアーケードがなかったのもあるし、アーケードがないこと、例えば近くで言えば、うんうん、自分ら小学校の時までは刑務所がそばにありましたから。そうなんですか、うん、刑務所があったんですね、裁判所のそば中央公園、はい、あっち刑務所でした。あ、そうなんですか。小学校5年の時授業中見えましたから、うん、中が、へー、はいはい、それは知らなかった。今ね、ああ通ってるって言ったら、そうそう、はい、一応刑務所に入っちゃうんですね。3ヶ月に1回1回だけは講師に行くんですけども、はい、今は佐敷がどっか南城市ですよね、はい、昔は那覇市内だった、で自分らが小学校4年だったかな、あの脱獄があって、ほう、多分その後危ないってことで映ったんじゃないかな。でもね、町の真ん中って珍しいですよね。いや、裁判所がそばだからでしょ。そっか、都合がいい。でも、まあ、まあ都合が良かったかもしれませんけど、はい、びっくりしました。私それは知らなかったんです、
あとなんか町場の中に交番があったらしいんですよ。あ、うん、昔花香さんの入り口 の角乗ってるところ、はい、あの辺交番だったし、あ、そうです、平カーテンは平カーテンの向かい、あの三振、平カーテン自体が交番じゃなかったですから、あっちの反対側、反対ですか、ね、花香さん、あと海南のバス停にもありました、ね、ありましたって、なるほど、ね、バス停にも交番あったはずだし、うんうん、はい、ちょっと話を三振にやっぱ 戻しまして、三味線っていう、あ、三味線、三振、三振ね、三振っていうのはいろんなタイプの三振あるで、名前ついてるって聞いたことあるんですけれども、7種類とりあえずありまして、あ、7種類、うん、あ、まあ、代表的なのがマカビ型、うん、だいたい7割ぐらいがこれじゃないかな、うん、あとはユナグスクですね、で知念でいく、平原、久保の方に久保春伝、あと平中知念か、これは作り方とか何が違う、形が違う、はいはいはい、で、まあ、大体は作った方の名前がついて、うん、まあ、マカビ型っていうのは作った方の名前なんですけど、うん、この前たまたまうちにその方が作った三振が、はい、九葉って沖縄の歴史が、はい、本にあります、ね、歴史、はい、あれにちょっとこの三振の話が載ってるんですけど、はい、試験バルヒアっていうんですけど、うん、ほう、その三振が張り替えに入ってきてましたね。へ、なんか友情に化けて出るって話でしたっけ。そう友情が、要するにこの三振は友情が持っていて、はい、テリアっていう方がその方に無理って譲ってもらって、はい、その方、試験バルヒアっていう名前の女性なんですけど、この後も亡くなって、はい、夢でなんか幽霊になって音聞きに来たっていう、そんな話だったと思いますね。話だったんですよね。沖縄の給与とか、はい、まあ、あと三振の話とかいろんな本に書かれてますよ、うんうん、と、その三振が修理入ってきてました。本物が修理、はいはい、宮田さんのところに直してくれる、張り替えですね。でも、すごいじゃない。来年ぐらいなんか博物館で展示される、展示されるっていうレベルのものですよね、もちろんね。もう、作られた年号が西暦で言ったら1690年。中国の年号で後期28年だったかな、300年前、300年余りですよね。はい、だから沖縄の歴史に載ってる本三振ってこれぐらいじゃないかな、うん、でそれもまたね、宮里さんの手で張り替えされた。これがさっきマカビ型とか話しましたけど、はいはい、この芯の方にマカビ里主っていうんですけど、このマカビ型っていう作った人は、はい、その方のお名前が彫られてましたね、マカビ里主内って作ったっていう、そういった彫り込みが入ってましたね、はい、そこにの横に宮里達也直しとか入れたんですよ。入れてない、写真なんか撮りました。とりあえず撮ってますよ。あ、それはね、はい、記念になくりますので、うちもびっくりしましたから、なかなかこういった三振っていうのは、うん、普通の三振屋さんは見る機会ないと思いますので、はい、これ博物館からの依頼なんですか。いや、持ち主が別がいる。持ち主が、前の持ってたのは個人目指していいんかな、三和社長、三和交通の社長さん、昔の社長さんが持ってたって話は聞いたことあるんですけど、うん、はい、どう流れたか分からないんだけど、最近売りに出てたみたいで、あ、他の方が今お持ちで、うちの司令が買われて、その方が修理に張り替えに持ってきたんですけど、名誉なことですよね。じゃあ来年の博物館での展示とても楽しみ、楽しみですね。だから、ですよね、まあ、見に行こうと思ってます、ね、はい、音違うんですか、これ違いますか。音はだ自分が貼ったから、一応ちょっとこの先生方が来られて音鳴るって言ってくれたから安心しました、はい、あ、なるほどね、逆に自分が貼って鳴らないって言ったらこれもう恥ずいですから、これは。やっぱり鳴らない時もあります。やっぱし竿が良かったですから、鳴らさないと自分の腕が悪いってことですからね。はあ、要するに針によっても音があるって言ったじゃないですか、はいはいはい、だからやっぱし鳴るような皮を探してというか、やっぱし皮によっても人間と一緒で声と一緒で鳴らない、はい、要するに声量の違いとかいろいろありますんで、はいはい、まあ、自分なりにちょっと皮を選んでずっと、まあ、やってきてますから、はい、この皮だったら鳴るんじゃないかなってやつで、まあ、ちょっと見た目も綺麗なやつで、皮選びからすごいなんか悩みそう。でもなんか気持ち分かりますよね。全部終わって何の音もならないって言われたら、ならないでたらもう恥ずかしいですからね。はい、本当に穴があったら入りたい出たくないんですよ一生。いや、だから緊張しまして持って行って、はい、要するに三振の鑑定する先生、はい、まあ、古典の先生でもあるんですけど、その方が弾いて良くなるって言ってくれたから、これは安心しましたね。
お墨付きもらってよかったですね。あ、よかったですね。あのドキドキでした本当に、うん、見てもドキドキ、貼った後もドキドキ、もうこれが聞いてもらうまではちょっと心配でしたね、はい、やっぱし。その修理にはどのぐらいかかりました？いや、張り替えだけですから多分2週間、3週間までかからなかったと思いますけどね。でも2週間もね、そういうの緊張状態というか、もうなるかならないか、あ、そういえば全部終わらないとわからないし、うん、まあ、分かりやすいようにということで、うん、2月に入ってきたもんですから、はい、最後の皮張った日は三振の日ですよ、3月4日。なるほど、面白いなと思って、はい、ちょっと狙ったわけじゃなくて、狙ったわけじゃなくて、ちょうどタイミングになって、いや、もう準備ができた時点が、表のが張るのが、はい、そのぐらいにできたもんですから、3日ぐらいに晴れたんだけど、ああ、明日晴ろうっていうことで。なるほどね、三振でもすごくいいタイミングでしたね。だから分かりやすいからいいんじゃないかな、はい、持ち主もそういった話をしましたけどね、はい、この話は外でってのは初めてです。ありがとうございます、こんな貴重な、はい、お話をいただいて、はい、そろそろ最後の質問に。そうですね、もうこんな時間になりました、はい、じゃあ宮里さんにとって町川は何ですか？生まれ育ったところですね。育ったところっていうのかな、ね、もうずっと小さい頃から遊んで、うん、学生の頃もやんちしてアーケードの上歩いたこともありますし。あ、なるほど。へ、いいです、ふるさとみたいな感じですね。あの国際通りがメインのことですから、はい、みんなあの辺とかがね、はい、バブルに向けて、はい、だから一番自分なんかが20歳ぐらいまでが一番あれだったんじゃないかな、20歳過ぎまでか、はい、賑わってたんじゃないかな。なるほどね、うん、とにかく自分なんかずっともうこの辺に出すんでますからね、はい、生まれ育ったと、生まれ育ったところですね、はい、これからもね、ずっとずっと、町場の中で頑張っていただきたいですね、はい、ありがとうございます。お知らせです、はい、那覇町ファンクラブでは那覇町を一緒に応援する会員を募集いたしております。ホームページから入会登録ができますので、那覇町ファンクラブで検索してください。入会記念会費は無料で、ファンクラブのみんな、メンバーにはメールマガジンを毎月1回発行しております。本日の那覇町宝箱のゲストは宮里三線店の宮里達也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。まず那覇町ファンクラブのシール、はい、ありがとうございます。お渡しします、はい、よろしくお願いします。Nuestro invitado del día de hoy fue el señor Tatsuya Miyazato del local Miyazato Sanshin Ten. A todos los que nos siguen en este programa, les agradecemos haber compartido este minuto con nosotros y los esperamos la próxima semana. Nos vemos.那覇町グッドニュース。このコーナーは町の中で起きているグッドニュースをお届けするコーナーです。リスナーの皆様からのグッドニュースも受け付けております。はい、のりのりさん、こんにちは。こんにちは。2週目ですね。はい、まだまだ緊張が、なんか先週緊張してる感がこっちに伝わってくるけどそんなことないですよね。いや、合ってると思います。大丈夫ですね、はいはい、じゃあ今日いい天気だったけど、のりさんのグッドニュースお願いします。はい、天気にはあんまり関係ないんですけど、はい、私食べることが好きなので、はい、あの今私のマイブームがですね、韓国料理なんですよ、はい、ちょっと娘の影響も受けつつ、はい、で韓国料理で今私昨日ですね、この沖江通りのところでちょっと美味しい、はい、店を見つけました。なるほど、はい、店のお名前はちょっとぼかすんですけど、冷麺が美味しいお店でした。ちょっと地下に入るところですね。あ、はい、そうです、はい、合ってます、はい、であのビビンバも今日食べてきました。今日食べたの？はい、お、はいはい、美味しかったです。で今度はタッカルビに挑戦しようと思ってます。今流行りのタッカルビに、はい、チーズタッカルビは、あそこ冷麺だけかと思ったらそんなことはない、あるみたいです、はい、いい話です、ありがとうございます。はい、じゃあお腹いっぱいののりさんが今日の素敵なゲストの紹介をお願いします。はい、ユニバーサルサウンドデザイン中石慎一郎さんです。早速ですが中石さんのグッドニュースをお聞かせください。はい、今日は久しぶりに沖縄来れたんで、これグッドニュースですね。ありがとうございます、はい、今日たまたまちょっと看護大学さんで沖縄のですね、はい、講演があったんで、うん、で来るって話になって、はい、でぜひ FM 那覇さんにって話だったんで喜んでと、
お話しさせてくださいということで、ありがとうございます。やっと沖縄に来れました。大好きな。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくします。今聞き入ってましたけど、素敵な声ですよね。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。中石さんは、はい、どんなことされてる方なんでしたっけ。僕はですね、はい、聞こえが悪い方向けだと、普通だと補聴器つけたりとか、はい、まあ、いろんなものが支援機器がありますけど、はい、スピーカーを使って、はい、その聞こえにくい人たちを助けられないかなっていう形で、うんうん、そのスピーカーを発明した人間、ね、発明した人なんですよね。発 明、はい、発明させていただきました、はい、これは、どんなものにもつけれるものなんですよね。そうですね、あの基本使っていただいているのはテレビとか、はい、あとまあラジオにもつながりますし、はい、あとは逆に話すときもですね、あの卓上型なので。なるほど。あ、さっき拝見してマイクをマイクを、はい、つけていただいて話をすると、非常に音声的に明瞭な音が聞こえて、はい、っていう分で、まあ、一番大きなところはその歪ませないっていう、歪んだ音っていうのは聞こえにくい方々だと逆に敏感なんですよ、はい、僕らよりもですね、うんうん、できる限り歪ませないことが重要だっていうのは分かって、はい、でそれを究極までこう極めてたら、結果聞こえにくい方も聞こえたっていうので。これどうしてこういうものを開発されようとしたんですか。実はね、はい、父と祖母が、はい、聞こえにくい難聴なんですよね、はい、以前ちっちゃい頃からですね、うんうん、でそれでやっぱり大声出しても聞こえないですし、はい、ちょうど車乗ってて左なんですよね、父が。あ、だから僕が助手席座ってるで話しかけても全然ほら反応がなかったりとかして、で聞こえないから大声で話せって言われると、うん、子供ながらに大声って大変じゃないですか、はい、やっぱりですね。それで僕大変だなと思ってたのがあったんで、でもまさか自分がねそういったことするとは思って、はい、夢にも思ってなかったんですけど。じゃあ子供の頃から研究者になろうと思って進んでいったんですか。研究者っぽかったです。あ、例えば、虫取り網はありますよね、はい、虫取り網の先にハサミをつけて、こうやって稼働できるわけですよ。ほう、要は今の立ち、そう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 、はいはい、あれの下に網がついてるんで、あれでこうビワを盗むとか、小学校小学校2、3、そうそう、あれが ビワ取りバージョンすごいですね。そうそうそう、でああいうので、もうそういうのなんかこういろいろ考えるのは好きだったのは確かにあるかもしれないですね。中井さんは普段は沖縄にはいらっしゃらないんですよね。年に2回は来ますね。はい。プライベートですけど、普段は今ちょうど東京が3分の1で、はい、あとは広島大学に今ちょっと行って研究ノートを、広島大学の研究員、ね、研究してますので、はい、うん、あとはもうあちこちお呼ばれいただいて、はい、東北行ったり北海道行ったり九州行ったりっていうの、九州が結構多いかもしれないですね。今回、那覇市、さっき那覇市にもなんか関係があるって話を聞いたんですが、2年前に林健さんが、はい、やっぱり夫、そうですね、林健さんが、はい、私が作ったそのスピーカーを寄贈したいという話になって、はい、で那覇市の、に寄贈、那覇市長に寄贈いただいたというのがあって、はい、僕たまたまちょっと別件があって行けなかったんですけど、はい、でその関係でチャーガン重化さんとかはもう、はい、コミュニティ。チャーガン重化って何のかでしたっけ。高齢者の、これそうですね、これ福祉ですね、はいはい、福祉、はい、チャーガン重って、元気ですかとかいう意味ですよね、沖縄方言でね、はい、そうですね、はい、の課に寄贈をいただいたんですね。ありがとうございます。中志さんに寄贈させていただいて、チャーガン重化さんに設置してあるって話を聞いてましたんで、はい、なんか、広域包括支援センターで使ってるなんていうのも、そうですね、12箇所ぐらいいろいろとこ使っていただいて、やっぱり高齢者の方が聞こえづらいので、はい、でやっぱり施設の方々も話すのに結構苦労されてるので、うん、そこをサポートしましょうってことでやらせていただいて、さっきちょっとお話を聞いて、はい、私耳の不自由な方なんかには大きい声で喋るのがと思ったら、はい、そこがちょっと第一の掛け違いだったりするんですよね。そうなんです。ずっと、まあ、すでに研究始めて5年になるんですけど、聞こえにくい方々ってやっぱ先ほど言ったように音が歪んでしまってるので、はい、で高齢者の方は大きく話せばっていう話になってるんですけど、はい、高齢の方のその聞こえづらさっていうのは音が歪むんですね。大きく入れた方が逆に聞こえづらくなるんですよ。あ、ここが歪みが大きくなって、はい、ははで逆にそういった音だと脳に入っていかないので、なので聞こえづらい雑音になってしまう。でも言っても皆さん分からないので、はい、やっぱり一番よくやられるのは聞こえたふりですよね。うんうんと聞こえてないけど、で最初はちょっと下手なんです、はい、合わせるのが皆さん。なるほど。でもだんだん慣れてきて上手になるんですよ、合わせるのが。本当に聞いてるように、聞こえたようにやっぱやられちゃうので、そうするとだんだんますます、あ、聞き取ってるんだろうなってこっちも話す側も思ってしまって、で実は確認するとあんまり
入ったりとか、よく薬屋さんとか、あの病院行ったとか行ってもあんま聞こえなかったってよく言われたりとか、薬局行ってもよくわからんかったって言われるんですけど、やっぱうまいんですよね、はあ、あの相手に悪いと思うんで、何回も何回も気を使われるんですよ。そっか、そうなんですよね。1回なの話は毎回毎回何度も聞き直すのは、そうですね、悪いなって皆さん思われてるんで、心痛いな。なんか今日社協に行かれて、社協さん行って、社協さん行って、そうでしたっけ、はい、はい、で総合福祉センターありますよね、はい、あそこ行って、福祉機器展示があるところがあるんですけど、そのカウンターでもやっぱり使っていただいて、はい、結構こう福祉機器を使いたいって言われた時にやっぱ説明をしなきゃいけないので、うん、そこも同じですね、うん、何度も何度もこう申請の仕方とか話をした時に何度も言い直すとやっぱりこう大声になったりとかしますので、やっぱ相手側が萎縮するんですよ、嫌やなと思うので、大体が悪いなってことで今使っていただいてますね。これは今のは高齢者の層に対しての、そうですそうです、今これ聞こえにくいっていうのを、そうですね、まあ大声で話すのは良くないので、やっぱですね、さっきもお話で、本当に聞こえないのか認知症なのかっていうのが分かりますよね、とても混乱して、認知症じゃないのに認知症だってレッテル貼られちゃう方もいるっていうのは、実際今検査で、今全国の認知症の診断される方は使ってますね。あの認知症で反応がないのか、聞こえにくくて聞こえなくて反応がないのかは先生方も分別がつかないんですよ、はい、でそれであの僕のスピーカー使うと聞こえますから、はい、その方は逆に難聴ってことですので、そこでちゃんと分けてあげないと不公平じゃないですか。そうですよね、結局難聴なのに認知症って間違われてしまうとね、大変なことになりますから、まあ、そういった部分で先生たちがやはりまずいということで今いろいろと使うということで使っていただいてますね。これひょっとしておじいちゃんおばあちゃんだけじゃなくて、はいはい、耳の不自由、ま、あんまり難聴の方っていうのは子どもたちからもいますよね。そうですね、はい、子どももそうですおっしゃる通りで、実は英語が聞こえづらいんですよ、はい、聞こえにくいお子さんたちっていうのは、あ、普通の言葉ももちろん聞こえづらいけ ど、さらに英語は聞き取りづらい、子音が多いので、例えばブックとかブックスっていうのが、このスっていうのは無声子音といって入らないんですよ、音が。だからブックブックスブックブックって何回言ってもどっちか分からない、同じように聞こえてしまうので、これやっぱ英語だと大変なことになりますから、だからそういった部分でいろんな英語の文がやっぱり聞き取れないので、もうすごく苦労されてるんですよ。でまたちょうどもう今年、もう数年すると小学校からもリスニング始まりますので、5年生からっていう話は、そうそう、だから苦痛ですよね、聞こえにくい授業を何十分も、ね、ああやってもらうわけ、はい、だから皆さんみんな聞こえにくい小学生の子はもう嫌いになるんです、英語が。小学生のうちに大嫌いになっちゃうんですね。中学校行ったらまた大嫌いですから。変な話、このスピーカーお名前なんて言うんですか。コミューンですね。コミューンっていうスピーカーを使うと、はい、そのシーンも聞こえます、はい、なので英語でもう全国の老学校とか難聴学級とかではもう使っていただいて、先生たちが、はい、で今まではその要は指文字とかその口の口径っていう口の形で教えてあげてたんですけど、音で入れば音の方がいいですから、そうするとちゃんと発音できるようになるので、それはもう比較すごくいいということで先生方も使っていただいている形です。ありがたいですね。でまた自信がつくんですよ、自分がちゃんと話せるようになるから、子どもたちも通じたってなるんで、もうモチベーション上がって、違いが分かんなければ違いを話せないですもんね。話せない、違いが分かったからちゃんと話せるわ。そうなんですよ、そうなんですよ、分かるってことはすごいことだな。そういうこと、はい、すごいことなんですよね。だから発見だしびっくりしますよね。だから最初子供たちが聞くと、あ、こんなに聞こえるのみたいな、どんだけの人にすごい手を合わさられてるのかっていうぐらいの神様的な人になってるんですよ。行くと、子供たちはもう行くとあれですね、もうもじもじして、急に帰り際になるとサインくれとか、いやサインはないんだっていうと一応名前だけ書いてあげるんですけど、嬉しいですよね、逆に、はい、逆に。いろんなことを助けてくれた人というか、そうですね、はい、ヒーローなわけですね。ありがとうございます。かっこいい。いや、そう言っていただけると嬉しいですね。これは、はい、そうは言っても。さっき那覇市って話があったんですけど、公が買うぐらい高いものなんですか。ですね、価格はだいたい16万円ぐらいから26万円ぐらい で、はい、でほとんどやっぱり法人もリースですね。まあ、パソコンみたいなものなんでこう数年でこう買えるっていう部分もあるんですけど、はい、あとは個人の方も分割払いとかもやってるので、で、まあ、比較されるのがだいたい補聴器がやっぱり、まあ、15万とかしますの で、はい、で補聴器使われてる方がコミューンを使ったりするので、うんうんうん、まあ、まあ高いとは言われないんですけど、補聴器買ってない人は補聴器の値段が分かんないので、はい、高いって言われるんですけど、分かったら何も言わないですね、うん、ほとんどはですね。これ
補聴器が必要なくなるわけじゃないんですよね。補聴器をしながら併用した方がいいと。いや、ですね、基本九大の、九州大学の耳鼻咽喉科の先生が、はい、3年前で発表している学会では70デシベルっていうところの人は、補聴器つけないでも、聞こえやすくなるよって言って発表はしたんです。聴者のレベルによって、そうですね、レベルによって、で70デシベル超えた方は補聴器をしつけながらそのゴミを使うとさらに聞こえが良くなるっていう形で、学校もそうですね、補聴器つけながら使ってるお子さんもいれば、補聴器つけてたけど、ゴミだけでいいっていう子も実際いるので、はい、ここ個人差がありますね、そこはね。で、沖縄でも買えるんですか。沖縄は、はい、買えます、はいはい、さっき、使ってるところリストを拝見させていただいた、ええ、結構いろんなとこ入ってましたよね、はい、そうですね、おかげさまで、まあ、那覇市役所なんですけど、はい、浦添市役所さんですね、はい、あと嘉手納役場、町役場ですね、はい、いろいろこうもこうなんか読んでいただきたいんですけど、はい、もしあれだったらちょっと、うん、はい、結構入ってますね、そうですね、読めない時間ですね北長城市与那原町、読谷村、小座市役所、今帰仁村、宮古、耳鼻咽喉科、沖縄ろう学校、あ、じゃあそのエリアの人はそこにちょっと立ち上がったりしてもいい感じですね。はい、逆に行かれると置いてありますんで、はい、ちょっと聞きたいんだけどって話をしていただければ、多分嫌だとは言われないと思いますんで、うんうん、はい、ですよね、はいはい、素敵、そんな、中石さんは、はい、沖縄何度目ぐらいにいらっしゃったんですか。もう多分20回以上だと思います。そんなに来ていただいてる、はい、これはお仕事とプライベートで。あ、なるほど、はい、プライベートですね。この那覇近辺歩くこともありましたか。あります、あります、はい、もうプラプラして、さっき言ってた、美味しいお店をどうなのか、一番楽しいじゃないですかどうかなと思いながら入ってこうあ、美味しかったって見つけるとすごい楽しいので知らないところにプラッと行くみたいなのが好きですね。昔笑い話で沖縄の食堂で、はい、ゴーヤチャンプルーと味噌汁とご飯を頼んだら、はい、ご飯が3つついてくるなんて話は知ってますか。あ、それ知らないですね、はい、3つついてくるんですか。普通ごメインの知ってるよレール知ってます、メインの食材はご飯味噌汁付きっていうのは当たり前なんですよね、はい、もうそうなんですね、単品じゃなくて定食なんです。あ、定食ついてるわけですね。でそれとは別に味噌汁っていうおかずというか、豚汁のような具沢山のものがあってそれにもご飯ついてくるんですよね。なるほど。でさらにライスをつけるとライス見つけちゃうっていうすごい、どんだけ食うんだって感じですね。そんな体験もうわ面白いですね、していただきたいと思うんですけど、面白いですね本当に、はい、じゃ最後に、今日の看護大での話、まだこれから行きたい人は行っても大丈夫なんですか。大丈夫だと思います、はいはい、今日4月20日の6時半でした。6時半ですね、はい、看護大で、はい、今日はどんな話されるんですか。今日は認知症と難聴の関係性とかですね。あ、はあはあはい、じゃあさっき言っていた違いをまず分かってもらうというところと、はい、いう部分だったりとかですね。あと今ちょうどリハビリテーションといって、はい、聴覚リハビリテーションというのも広島大学で研究してて、はい、良質な音を入れ続けると実は聴力がこう低下しなかったりとか、聴力が改善するっていうのが今研究で見えてきてて、まあ、いい音を聞いてたら耳が良くなる。そうです、そうなんですよ。すごいミラクル。いや、ミラクルですよ、はい、だから僕が、まあ、一つ仮説が言ってるのはその音が悪いので悪い音は脳に入れちゃダメなんですよ。なるほど。それを防御するために実は耳をちょっと麻痺させてる、悪くなってるというよりは鈍感にさせてるんですよ、わざとわざと。人間の本能というか、本能で、はい、でそれでいい音を入れるとあ動いていいんだって聴神経が分かって、はい、そうすると復活してくるっていう仮説を今立ててるんですけど、で実際今検証していただいてる方がたくさんいて、その突発性難聴になった方とかでやっぱ上がってる方いるんですよ、はい、で今この間も昨日連絡来て、レコード会社の人です。やっぱレコード会社の人がずっと耳引っかかってたんだ、はい、実は検査でと初めてこの間行ったら普通ですって言われて、お前ミラクルだって、もうおっしゃる詐欺もうとお前ミラクルだよお前やってることって言われて、もうすごい感謝されて、飯をおごるからスケジュールを出せって言われました。わかりましたですね。だから嬉しいですよね。でもね、音楽とかやってた、ましてやね、ラジオをパーソナリティやられてたら聞こえてやっぱ大事ですからね。ね、やっぱね、嬉しい話した。そうなんですよ。それをちょっとちゃんと研究したいと思って。研究してるからミラクルじゃなくちゃんと理論に乗っ取った話なんですね。これからちゃんとまたますますやっていこうと思います。ありがとうございます。これからも日本だけじゃなく世界の皆様のためによろしくお願いします。沖縄のためにも頑張ります。沖縄にも遊びに来てください。承知しました。ありがとうございます。今日のグッドなニュースのお届け人は中石さんでした。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。
FM Naha. Your radio station. Okinawa.はい、ここで那覇市那覇町振興課よりご案内です。のりのりさんお願いします。はい、那覇町中振興課から3点、お知らせいたします。1件目、那覇の景観賞公募についてです。那覇市民の皆さんが都市景観の形成を寄与するようにと、啓発の一環として那覇の景観賞を公募、景観賞の公募を行っています。那覇市内で、優れた都市景観の形成に寄与していると思われる建物だったり工作物だったり屋外広告物などの物件がありましたら、写真を撮って応募してみてください。町側の魅力を見つけて応募するのもいいと思います。募集期間は平成30年4月16日から5月31日も開始しています。問い合わせは那覇市都市未来部都市計画課のデザイン室までとなっています。詳細についてはホームページかチラシの方ご覧ください。2点目、はい、都市デザイン室まで連絡お願いします。続いてどうぞ。はい、2点目、国際通りレッドカーペットについてです。まあ、何回かこの場でもお知らせしたんですが、もう沖縄国際映画祭の最終日4月22日今度の日曜日なんですが、12時から国際通り天ブス那覇 前を舞台に人気俳優タレントが多数参加してレッドカーペットのセレモニーが開催されます。国際通りは、時間帯によって交通規制が入ります。イベントの内容や交通規制の詳細については島全部で大きな祭のホームページを検索してみてください。レッドカーペットと合わせてですね、町側エリアでも、多様なイベントを開催します。市場中央通りでは特売手作り市12時から5時まで、パラソル通りではパラソル青空市11時から4時まで、町側エリアのアーケード街ではですね、エイサー団体の琉球風車による道ジュネーというのが開催されるようです。ぜひお越しください。はい、レッドカーペットは日曜日ですよね。はい、楽しみです。はい、3点目は第一牧師公設市場と牧師公設市場の雑貨部の営業についてです。はい、沖縄国際映画祭の開催に伴って、本来第4日曜日は定休日となっておりますが、返上して第一牧師公設市場と、牧師公設市場雑貨部は通常通り営業しているそうです。以上3点、那覇町中振興課からのお知らせでした。はい、那覇町振興課ですよね。そうです。はい、間違ってました。はい、最近変わったんですよね。そうです。はい、よろしくお願いします。ついにレッドカーペットの時期ですよね。はい、そうですよ。楽しみですね。天気がいいことを祈ります。実は明日、その流れだと思うんですけど、純駆動さんでロバート秋山さんが来てイベントするとか言ってました。ああ、ぜひ見に行きたいですね。はい、時間まで知らないんですけど、じゃあ調べます。はい、楽しみですよね。はい、そんな、いろんな芸能人がちらちら見れる時期ですね。はい、去年なんて、むつみ橋通りの飲み屋さんに座ってましたよ。品川庄司さんとか。あ、すごいすごい。はい、名前忘れちゃった、あと何人か、声かけたんですか。ちょっと見るだけ。はい、遠目で遠目で見るだけ。そうですよ。はい、じゃあ野口さん、はい、メッセージ募集の話をしましょう。ね、そうですね。はい、はい、お便りですね。アメクの金城さん、オレンジマンさん、こんにちは。最近ウォーキングを始めました。はい、新都心公園で歩くことが多いです。雨の日は濡れたり諦めたりしています。雨の日にアーケードの中って歩けますか。歩けますよね。はい、すごい迷路みたいで道に迷うのはちょっとあるかもしれないけど、たまに雨漏りもありますけど、あるかもね。ちょうどいいジョギングじゃないですか、ウォーキングコースにはなるよね。ただ、あんまり早い時間人がいなくて寂しいかもしれない。6時とかに歩いたら誰もいない。でも、ゴミ収集車なんかが時間によってあるから気をつけていただきたいと思いますけど、楽しみですね。私的には自宅5階にあって
職場3階にあるんですけどね、最近ずっと階段を使って。あ、いいですね。しています。あら、職場6階階段できますか。もうエレベーター専用です。はい、あ、そうそう、今日は、もうすでに大きな祭は始まっているじゃないですか。はいはい。で、新都心の道がすごい混んでるよっていう。そうなんですか。今年から新都心でもやりますよね。公園で、はいはい、そこがいっぱいいっぱいとか、周り駐車場止まるとこないなんていうフェイスブック見ましたけどね。あ、そうなんですね、うん、はい、これ大変だ、はい、でもなんかあのシャトルバスも出てるっていうのを、なるほどね、聞いたのでちょっと検索してみて、はい、中井さんが帰ります。さよなら。さよなら。はい、はい、私は日曜日の店舗巡りツアー、商工会議所さんのやつ、私も行きます。お、じゃあ同じコースになるかもしれません。そうですね、そ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ほかま青果店、お菓子屋さんも回ったり、はいはいはい、最後にあそこノーレンプラザに行くのが楽しみです。モノレールにはもうノーレールの曲を聴いて、皆さんとそろそろお別れのお時間です。三重橋駅で降りていただくと、その前には沖江通りが広がっております。駅前広場の向かいには FM 那覇のスタジオがありますので、どの番組も見学自由です。見学の後は那覇の町側でお買い物をお楽しみください。今日も、今日もというか、私5月3日のハーリー、那覇ハーリー、はい、いつも PTA で出てるんですけど、今度の日曜日から練習が始まって。頑張ってくださいね。娘はもう2週間ぐらい前から、中学生なんですけど、中学生のハーリーってかなり本格的で、毎朝7時前に家出て練習してますよ。朝練ですか。はい、僕船に乗らずにプールの脇に座って漕ぐ練習してるんですからね。あ、すごい。かなりでもハードな、1時間ぐらいやって、授業中起きてるかどうかは分からないんですけど。青春ですね。はい、それではそろそろお別れのお時間です。町側魅力再発見、那覇町ファンクラブ、この番組は那覇町側連携プロジェクトの提供でお送りいたしました。はい、それでは皆さん、また来週。